チャンネルクララをご覧の皆さん、こんにちは。本日はですね、渡辺よしみ参議院議員にご出演をいただきまして、そのお考えであるとか、あとは今週土曜日に予定されておりますジャパン US イノベーションサミットなどの、お話を、お伺いできればというふうに考えております。渡辺先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、早速なんですけれども、ちょっとズバッとお聞きしたいことっていうのがありまして、先生、N 国と一緒にやってらっしゃるんですけど、N 国についてどうお考えなんでしょうか。そうですね、立花さんっていうのはなかなか面白い人でね、昔私がみんなの党をやってた頃、みんなの党から国会議員になりたいっていう希望を持ってたらしいんだよ。あ、そうなんですね。私のとこまで上がってこなかったんですけどね、途中で止まってた、どっかで途中で立ち消えにされちゃったらしいんだが、でみんなの党からはちょっと出らんないっていうんで、N 国党っていうのを作ったらしいんですよ。なるほど、そういう経緯なんですね。で、参議院だけじゃなくて衆議院も同じなんですけども、国会の中って会派が全てなんですよ。だから立花さんが一人で N 国党の党首だって言っても、一人ではただの無所属なんですね。でそれで立花さんの方から、会派組みたいっていう話があって、私はみんなの党復活だからねと、3回言ったら、分かりました、じゃあみんなの党復活でということで、みんなの党が5年ぶりに復活をしたと。なるほど、そういうことですね。すごい初歩的な説明、視聴者のためにしておきますと、N 国という政党があって、渡辺よしみ先生は無所属で、2人で組んだ会派の名前がみんなの党。そういうことです。なんかみんなの党いつの間に復活したのって声がいろいろと政党としては復活してなくて、会派の名前として復活した。そういうことなんです。すごいややこしいんですけどね、で会派っていうのはもう例えば、常任委員会取りに行くにもね、会派組んでないと、もう残り物しかありつけないんですよ。だから一人一つ常任委員会ってのが入るんですけど、だいたい自民党だ、公明党だ、なんちゃら民主党だっていうところが、こう取ってくるわけですね。でその残りが小会派とか無所属に来るわけでして、私はどうしても財務金融委員会、取りたかったんでね、でこれはもう会派作んないと絶対取れねえなと、と思ったんで、立花さんの誘いに乗っかったと、会派はみんなのとということでね。財務金融委員会で積極的にご発言をされていらっしゃるんですけども、令和の所得倍増ということを先生、ご主張だと思うんですが、それについてお話をいただいてもよろしいですか。それはね、簡単な話で、もう平成の時代にも敗北主義に陥ったんだね、日本がね。平成だからってね、経済まで平らになっちゃったわけですよ。ね、もう大体30年間で、手持ちの100万円が130万円にしかならない経済になっちゃった、もう名目成長がまるっきりできない、ってことはね、やっぱり、これはもう国家経営の大失敗ですよ。増税やっちゃいけないときに増税やらかして、金融緩和をやるべきときに金融引き締めやって、で結局不良債権問題に火つけちゃってね、もうあとは絵に描いたようなデフレ経済に突入していったわけでしょ。だからもう平成の経済ってのがもうまるっきり成長しない。だから我々はもう成長できる経済を作ろうと、令和の所得倍増っていうのは、例えば、名目 4% 以上のね、成長を達成すれば、10年で 1.5 倍ぐらいにはなっちゃうんですよ。年金の水準も、お給料の水準もね、そういう右肩上がりの経済実現すれば、悪いけど老後の不安なんてなくなるわけですよ。右肩下がりだから老後が心配だ、もう若い人がもう預金通帳見ながらにやりにやりしながらね、もう給料日待ってると、もうこういう本当に情けない経済になり下がっちゃったわけでね。だから
結局ね、私は1年生の頃ですよ、あの、金融パニックを起こしたのがね、はい、でそっからですよ、その就職氷河期っていうのが来たのは、うんうん、ね、自殺者がいきなり3万人の大台に乗り、うんうん、失業者が増えて、で就職氷河期世代の人たちは今30代後半から40代前半、うんうん、ね、今でもロスジェネ世代って言われてるわけ、はい、うんうん、だからそういう、もう本当にね、あの統計にも、失業統計にも出てこないんだよ、この人たちはね、はい、うんうん、あの無業者っていう、うん、ジャンルに入っちゃってるからね、はい、うん、だから結局そういうね、国家経営が失敗するともうとんでもないところに歪みが行くんだなというのが、もう私の偽らざる実感なので、うん、もうとにかく令和の時代、これはもうとにかく輝ける成長国家、うん、令和の所得倍増、はい、これを今私は言ってます。はい、いや、今朝も財金を拝見しておりまして、はい、まあ、ロスジェネのことを聞いていただいて、もう私もロスジェネ、自分も止まらないと思って失礼しました。いや本当にもう預金通帳見て泣いてる世代だった立場にやり できたの何歳からかぐらいの30代全く涙の世代なので、本当そこは統計に出ないので、でもそれは救うというよりも国家そのものが豊かになれば、うん、自然と解決するんだって言ってくださる野党、申し訳ないんですけど、うん、今の野党、野党じゃなくて、うん、もう与党と同じで増税言ってるんで、そうなんですよ、うん、とにかくね、なんちゃら民主党っていうのが、はい、まあ、増税画策した張本人でしょ、うん、はい、あの千葉の方のさ、あのもう今では名前すら覚えてないの総理大臣がね、はい、あの大蔵省財務省に騙されちゃってさ、はい、で増税、できる人が偉い政治家みたいな、うん、あ、もうそんなのに乗せられちゃって、で、あの自民党は谷垣さんでガチガチの増税派だしね、うん、で公明党と三党合意って作ったわけですよ。だもうとにかくね、私に言わせれば自民党もなんちゃら民主党も、まあ、与党も野党も共産党まで含めて大きな政府なんですよ、はい、うん、そうですね、たくさん集めてたくさん配ると、うん、でみんなの党ってのは真逆ですから、うん、はい、政府はできるだけスリムな方がいいよねと、うんうん、だから本来国家のやるべき仕事に特化しなさいと、うんうん、まあ、民間にできることは民間に任せる、うん、地方にできることは地方に任せる、うん、ただ国家じゃないとできないことってのは、うん、あってね、うんうん、はい、ですからその外交防衛、だけではなくて、例えば貧困の撲滅っていうのも、これは国家の仕事なんですよ、うん、これは民間とか地方の仕事じゃないんですよ、はい、うん、だからみんなの党はベーシックインカムっていうのを最初から掲げてやってきたんですね。あ、そこさらに深掘りしてお聞きしたいんですけど、はいはい、あの小さな政府っていうと、うん、なんか冷たいイメージをまき散らす人がいて、うん、結局その小さな政府行った人たちが格差社会作ったんだっていう誤解が広まっているので、うん、まあ、そうではないという主張ですよ、ね、うん、あ、全然違いますよ、はい、そこを詳しくご説明をお願いします。だいたいね、あの今の自民党っていうのは、まあ、昭和15年頃出来上がった国家社会主義の体制をね、はい、もう延々と引きずってるあのイデオロギーなんですよ、はい、基本大きな政府なんですよ、うんうん、ね、で、この大きな政府、あの国家社会主義がなんで日本にはびこったかっていうと、まあ、戦前の日本って割と、うん、あの単純な資本主義だったんですね、うん、あの資金調達も資本市場で調達するのがむしろ普通だったんですよ、うん、だから世界恐慌に先駆けて日本は金融恐慌を起こしちゃったんですけどね、はい、あのやっぱりね、貧困の撲滅ってことをあんまり熱心にやんなかったんだね、はい、だから共産主義コミンテルンのスパイが近衛内閣にはびこったり、はい、国家社会主義の右翼が出てきたり、はい、まあ結局右と左が隣同士にね、うん、あの、はい、合わさっていた頃、まあ、大体戦後レジームの骨格っていうのは、うん、出来上がってるんですよ、はい、あのまあ、例えば今の旧電力体制なんて、はい、まさにあの頃、うん、はい、まさに統制経済の産物ですね、うん、統制経済で、あの統制会という
経済団体は今経団連っていう名前になってるし、はいはい、うん、だから結局ね、あのそういう国家社会主義のパラダイムから脱却をするということをみんなのとは考えたんだが、貧困の撲滅はどうしても残る仕事なので、これはあの新自由主義の権限みたいな言われ方をするあのミルトン・フリードマンが実はベーシックインカムっていうのを提唱してるんですよ。あの高橋洋一さんが日本語訳で訳してますけどね、だから貧困って何なんだと、お金がないことでしょ、だったら国がお金配ればいいじゃん、はい、で、所得のある人からは所得税で回収をすると、いうだけの話でね、貧困の撲滅を、あのやるためのみんなの党の手順というのが、実は10年前のみんなの党のアジェンダの中に詳しく書かれてるんですよ、はい、まず、あの税と保険料は一体徴収をしますと、だから取られる方からすれば税だって保険料だって同じじゃないですか、はい、ね、あの今じゃあ、倉山さんが、はい、税と保険料、はい、いくつの窓口に払ってるか数えてみたことありますか？数えきれない。数えきれないですよ、はい、片手じゃ数えきれないです。これ何のお金だろうんだろう、うん、いろいろ悩むことが多すぎて、いや、うん、本当税の簡素化していただければ税理士さんじゃなくて自分でやりますけど、自分でできちゃう、はいはい、ところが今は例えばあの、あの固定資産税とか住民税だったら、うん、あの基礎自治体、まあ、東京は違いますけども、とか所得税法人税消費税は税務署、はい、あの都道府県民税っていうのもあるし、それから、年金保険料は社会保険事務所だし、医療保険料はまた別の窓口だし、労働基準局っていうのがあって、労災保険料っていうのも2ヶ月に一遍かそこら来るしね、それからハローワークには雇用保険料っていうのを払うし、それから介護保険料とかいうのもあって、あれ どこで納めるんだっけみたいな話でね、もう7つも8つもあるんですよ。だからこれは何のために分かれてんだ、それは役所のために分かれてるわけでして、だったら国民のために一個にしてくれよと、ね、税と保険料の一体改革っていうのを我々は最初から言っていて、で、まずそういうことができたら、あの給付付き税額控除、マイナスの所得税ですね、こういうとこから始めて、いずれ、社会保障制度を簡素化、して、ベーシックインカムに統合しましょうと、これで貧困は撲滅できるよね、という話なんですよ。その前提が経済成長、ね、そういうことね、当然です、経済成長しなかったら貧困撲滅なんかできっこないですもんだって、はい、そうですね、だって、あのロシア革命の後のね、はい、あのパイがどんどん小さくなる、もう GDP が半分以下になっちゃったっていう頃の、あのドラマがあったじゃないですか、はい、ちょっと名前忘れちゃったけど、だからまさにああいうその革命でもってね、あのパイが半分になったら、もう人々は貧しくなるんだという典型ですからね。で保守はあの経済は成長させるもので、革命家は経済は成長しないものっていうふうに言いたがるということですかね、だから左翼に多いよな、あの、はい、成長よりも分配だけ言う人たちがね、はいはい、成長してないの分配行ったり、心の問題に矮小化したりとか、はい、成長してないの日本だけですからね、で成長してないのに金利上げろとかバカな議論が国会では横行してるよね、はい、それ与党も野党も関係なく多数党はそれ言いますよね、いうね、自民党でもあの金利上げろっていうじいさんたちがいるしさ、はい、もうあの立憲枝野さんもそうだし、はい、あの共産党もその組だしね、はい、どうなっちゃってんだこの中って私思ったりしますよ、
もうまるで経済原則が分かってない。でも第一次安倍内閣が潰れた原因は、これはもう間違いなく渡辺行革担当大臣が本気でもう戦ったからですよね、うん、あ結局エスタブリシメントを本気にさせちゃった。エスタブリシメントを本気にさせたのは事実です、うん、だってね、あの時ね、私はピンチヒッターでね、はい、前の行革大臣になったんですよ、はい、前の日はスキャンダルでやめて、そうそうそう、で、なってすぐね、閣議の前の待合室ってあるじゃないですか、はい、でまあ、新米だったから末席大臣、うん、末席に座ってた、はい、でそしたらね、官房副長官のね、まあ、実名で言っちゃいますけどね、はい、的場さんっていう人が、ね、はい、大倉官僚、はいね、はい、この人が渡辺大臣って、はい、耳元でささやくと、はい、そんなこと言うんですね、はい、で、はいはい、これ聞き捨てならねえこと聞いたな、じゃあ閣議の後ちょっと塩崎官房長官のとこ行って、はい、的場さんからこう言われたんだけど俺ちょっとケツまくっちゃうからねとは言いませんでしたけど、ね、官邸行くとわーっと番記者来るじゃないですか、はい、でそこで今的場副長官からこういうことを言われたんだけどって言っちゃいますからねって言ったら塩崎官房長官がいやそれは待ってくれ俺から的場には注意しておくからって言うんで、まあその場は何も言わなかったんだけど、はい、やっぱりクーデター起きたんですよ。てか起こしたじゃないですか、的場さんが先陣切ってあったねそんな場合あの時間会議で、天下り天下りはなんとか質問収書が出てきて、で私は国民のサイドから見て、天下りが押し付け、かどうかは決まるんだと、だ国民の目から見て押し付けに見えるものは全部ダメだと、だからそれで天下り斡旋というものを全面禁止したんですが、時間会議がね、そんな質問収書は認めませんっつってやったんですよ、はいはい、まさにその通り、うん、で日はね、ちょうどねスウェーデン国王陛下の宮中晩餐会やったホワイトタイの、はいはいうん、ホワイトタイの晩餐会って、夜12時ぐらいまでかかるんですよ、はいはい、大変なんですよ、うん、だから私はその間もう宮中晩餐会に出ないでもうあっちこっち根回ししてこの事務次官会議の、ね、認めないっていうのをひっくり返した、うんうん、で時は間一髪クーデター逃れたんですよ、うん、問題はその後で、はいね、安倍総理がこの渡辺、担当大臣のね、天下り斡旋全面禁止、うん国家公務員法改正案、うん、何が何でも通すって決めた、うん、その翌日